どうも、僕です。今日はですね、奥中山高原、噛んでる奥中山高原スキー場に来てまして、ですね、こう見ての通りなんですけど、スノースクートではございません。バイクです。プレイベントなんですけど、やっと岩手県でもやれるようになったかと思ったんですけど、スキー場をバイクで遊ぼうみたいな感じで、盛岡市のバイクショップ、モトスペースウィンディーさんがこの場所を借りて、ちょっと走ろうみたいなね。イベント名はセローカフェっていうんで、ちょっとこういうのはなんか場違いなような気がしたんですけど、どのバイクでもいいよって言ってたんで、ただちょっとね、あんまりうるさいのはダメだよっていう話だったんですけど、これトレイルバイクじゃないんで、もしかしたらこううるさいって言われたら、あれ、ハンドルずれてるじゃんこれもしかしたら退場してもらうかもしれないけど、それでもいいですかみたいな感じだったんですけど、ちょっとどうなるかわかんないみたいなね、そんな感じだったんで、ちょっとこれどんなもんかなと思って来てみたわけです。そして今一発目登ろうと思ったら、ちょっとスピードが足んなくてドハマりしちゃって、とりあえずもう一回チャレンジみたいな、そんな感じです。今日バイク持ってこなかったんですか？手術して退院したばっかり。手術す、マジですか？どこやったんですか？骨折え、なんで骨折なんですか？去年の春先、はい、バイクでこけまして。バイク危ないですね、本当。危ないですよね。本当に危ないですね。今日ダメですね、俺は。何がですか？あのですね、上が回らないセッティングになってたんで、ちょっと、濃い。薄くしないとダメです、これ。もう一回やってみようみたいな感じですね。もう一回やってみよう。よかった、登れた。これちょっと上回ってないのと、あとはちゃんと罰銃をしないとダメなんだこれ。はまりそうになったらちゃんとこうリアをこすって抜いてあげないとはまる、これは。はまった。
1回しか登ってない。行ってる行ってる行ってるじゃないですか。よっしゃ、オッケー。大丈夫ですか。ジェラートチケットいただきました。いやー疲れた。登ったじゃないですか。登ったじゃないですか。全然登ってるんですけど、全然いいじゃないですか。はい、もう2段目が、はい、あそこのさえ綺麗ならなんぼでも。ああ、あそこは上げきれないというか、けど毎回怖いです。下りの方怖いっす、ね、下りの方が怖いですね。もう全然ゆっくりしか、はい、やっぱ腕だな。ビビっちゃうもんね。ビビっちゃうんですよね。とか言いながら3度目行ったよ。はい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 。そうそう、開けた開けた開けた。あのまま、あ、戻さない戻さない戻さないってことですよね。座ってるから多分戻したくなるから。そうなんですよ、立っていけばいい。そうなんですよ。多分座るから持ってかれるんですよね。はい、立ってりゃこうしか行かねえから、こうしか行かねえから持ってかれることないっていうか。はい、で4回目4回目行く。4回目。火ついちゃったよ、火。座ると難しいですよね。難しいっすね。難しいですよね、はい、抑えれないっていうか。はい、足出ちゃうから、こうなっちゃうから、体はどうしても遅れちゃうんで、はい、落とせない。はい、立ってホールドして、もうちょい。もうちょい。あのまま。ちょっとスピードが足りない。そのままそのまま。ね、絶対A って言ってきながら絶対スイッチ。
良くないね。これはうまくない。いや、転ばなかったんですけど刺さりましたもんね。怪我それは人だけ前提。そんなわけじゃないですよ。飛んでない飛んでないです。ウルトラマンしてないですよ。してないですしてないです、はいはい、じゃあ君の写真撮りますか。大丈夫、あのプロモーション用にでも。いやスハイパーゼ。すげー下りだもんね。はい。左でこれはすごいかも。転ばなかったんですけどね。俺ちょっと邪魔ですね。俺なしで撮った。いやいや大丈夫。ダメですか。すげえな、こんなに刺さるんだね、本当ね。刺さりましたね。フルボトムした感じでしたね、なんか。踏まれると嫌だ。大丈夫か。あの。ブレーキに塗ってもらっていいかな。はい。はい、せーの。食べた、重い。せーの。すいません、ありがとうございます。あと大丈夫です。大丈夫、はい。すいません、本当にありがとうございます。こんなになるんだ。いや、なるんですよ。ちょっと2人が怖いっていうのも分かるんですよ。ちょっとあの開けてこうグランっていくつもりがそのままスランって立ってことですよね。ということで、ちょっとしたヒルクライムなんですけど、楽しめたかなという感じです。超練習になったね、なんかね。なんかちゃんとこうね、罰重とか荷重を意識しないと埋まっちゃうみたいな、なんか緩んじゃってて、で、なんか今日は本当にプレイベントっていうことでどうなるかわかんないんでって言ってたんですけど、ちょっと狙いね、もっとこうね、もうちょっとこう上まで行かせてもらえるといいかなぁなんて、嬉しいなぁなんて思うんですけどね。ちょっとあんまり無理はできないと思うんですけど、はい。ということで、そろそろ終了にしたいと思います。それではまた。体験プロね、モービルの。